はい、はい、到着しましたよ。到着した。カサギ、何年ぶりのカサギよ。ねえ、キャンプやり始めるときによく来てたな。確かに、めっちゃ人多い。ほんで多い、相変わらずの今日はちょっとね、はい、試し張りしたくてママさんに来てもらいました。試し張り、どういうこと試し張り、これです。おお、いや見たことないやつ、またえ？アーサムホリデー。何それ、何それ。韓国のガレージブランド、アーサムホリデーです。また韓国また韓国。いや何これ。ママさんテント欲しがって、どうかなと思って試し割りしたな。気に入ってもらえると思うから、うん、韓国好きでしょ。韓国は好きやけど、韓国、まあ韓国は好きやけど、でミニマルワックスぐらいしか使ってなくない、韓国の。せやけどあ、ティーヒーターもそうか。ああ、あれも韓国やったよな。また知らんうちにこれ。行きましょう。はい、ありましょう。ありましょう。こっちがシェルターで、うん、こっちがテント。おお、2種類、うん、なんかちょっと軽くドッキングできるね。後ろにポンとドッキングできる。すげえ。こんな感じ。ホールとバッグです、ね。はい、シンプルな。へえ、さっさと貼りましょうよ。貼ろうか、分からんけども。ね、ボール細っ。細っ。ボール、私ボール組み立ててますんで、はい、まず広げてください。よいしょ。あ、その短いのが前。前後ろ。前後ろで長いのが。長いのが、あ、ちゃう。どう考えても長いのが前後ろやな。長さペンスの長さよ。私さっきから言うとったか。怖。ジャンプのあのね。3ヶ月。まあまあそんなもんか。3ヶ月ちょっとそんなもんやな。まだ3ヶ月なんですか。違う、入れな。入れな。そこにあるの。うん。そう。それで分かっとね。オッケー。ほな、これを。今日、次みたいなのどう。差し込みましょう。あ、すごい。レグダウンしてなかったかな、さっき。あ、総合テントみたいな。こういうことやろ。こういうことですね。なるほど。逆も光。そうそうそう、そう、はい、いいよ。ちょっと。え？いいよ。いいか？はい。こういうことでしょ。おー、すげえすげえ。すごい。横。え、簡単。簡単。超簡単。なんこれ。これ？アーサムホリデー。これ一応のホリデーです。おー、すごい。見た。虫みたいなんか。上げてみていい？ここでからけろ、下からけろ。下やろな。
わ。やってないよ。どうやってないよ。では次テント。テント行きましょう。すごいな。ちっちゃいな。こんな形のテント初めてじゃない。大丈夫？晴れる？グランドシュートってね。おお。ね。グランドシュートってなんだ。まあ、それ聞いた方がいいな。もちろんもちろん。外側はポール。外側に来るポール。おお。これか、入れ込むところがあるのか、ね、はい、わかります。これも入れてまうってことね。これを刺す。あ、ここね。はい、できました。はい。おお。よし、ドッキングしよう。ドッキングしよう。出入り口はどっちに行くんだろうね。なんか、こんな感じで。ドキーン。もういい感じ。あの石危ないな。いつやろ。はい、はい、どうですか。絶対寝転がってみてくださいよ。いいですか。はい、どうぞどうぞ。邪魔します。おいしょ。どうすかね、もちおう、エスカルゴエスカルゴかすごいね、でもこの内側のさ、これ、うん、メッシュやで。え、メッシュちゃうわ、メッシュに見えただけなんか生地はめっちゃ良さそう。高かったんじゃん、これ。テロップ入れてまーす、うん、でも普通に広い。ハルタと余裕。またかよわしはよ、いつもどこで寝るんじゃいってなるやん。それでもやっぱ3人は厳しい。3人厳しいな。大人2人やな。かなろう、わがままのような気するけどな。どういうこと。全然3人で寝れる広さやのに、狭いのが嫌やからって言ってるだけじゃない、いつも。あ、ハルタとパオさんってこと。うん。あと、あ、でも俺結構でかいもんな。横、いや、縦がさ、179.5 ぐらいあるやん身長バリバリでかいやん。 179.5 ぐらいあるから、きついかな。なると私がもう170センチあることになっても、全然余裕全然余裕っすわ。ほら、やっぱり大人2人や。あー、きついな。やろ。確かに。ほら見てみ、うん、それは俺がこうしたらいいかな。ずっとそうだ、できる。俺もこのまま寝れるまだインナーとして欲しいな。インナーとして、インナーとして。あー、高さやろな。
いいな、これこれぐらいのサイズのインナーテント欲しいな。ビルバーグか。いや、安くてないよ、そんなのないよ、安いテントだからないよ。なるほど、いいでしょ、新幕。うん、でもファミリーよ、これちょっと狭いな。二人用やね。二人用やな、はい。実はね、これ買ったんじゃないんですよ。え？このテントがアーサムホリデーのラディアンス 2PEX ってやつで、うん、でこれがイージスシェルター。イージスシェルター、アーサムホリデーのね、うんうん、実はこれ買ったんじゃなくて、うん、実はワイヤールストアさんという、うん、キャンプギアの販売とレンタルがやってる。あ、販売とレンタル。そう、そこでレンタルしました。あ、レンタルなの。はい、まだなんかちょっと違う気分でキャンプできるでしょ。ああ、わかるわかる。なかなかまくってそんなさ、パッパパッパパッパ買い替えられへんやん。そうやな。だからたまにレンタルを差し込んで違うテントでキャンプすることでマンネリを防ぐ。夫婦間のマンネリを防ぐやつですわ、これ。夫婦間のマンネリ。夫婦間はマンネリしていくからな。マンネリを防げるのか、これは。ちょっとなんかキャンプ始めたてのドキドキの気持ちを描いたやろ。これどうやって立てるのかな、とかでも一切説明してるんですが、どうでしたか。すごい、でも説明書見んでも立てれたぐらいちょっとレベル上がったってことやな。いや、立てやすいんじゃない簡単やった。迷う要素がなかったもんな。確かに簡単、誰でも立てれるよな。あの頃のドキドキを皆さんレンタルで取り戻してみてはいかがでしょうか。そういうこと、うん、いやでもワイヤールストアのテントのレンタルって結構いいと思う。なんていうの、テントって高級やん。高級なもんってさ、やっぱり勇気いるやん、買うのに。その前に一回使ってみて、ほんまにこれがいいかどうか、あ、自分に合うかどうかね。そう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 、そういう確認も、うん、できるよな。できるな、確かに、うん。これ使ってよかったら買ったらええやろうし、うん、ほんならそのワイヤールストアさんはこれ使ってこれよかったからこれ欲しいです言ったら買えるかな。買えるんじゃないですかね、うん、おそらく。それはいいと思う。おそらくですよ。あ、はい。そういうことじゃない、流れ的に。流れ的に、うん、で、だからテントだけじゃなくて、うん、こういうな。いや、もうびっくりしてんけど、これも欲しいんだ。ポチったんか思った、これも。ドキドキした。ランタンポチってやばいよ、これ。ペトロマックス、ベイパラックス。いや、でも、あの、使用感あったから、あ、中古で安かったんかなとか。うん、ペトロ、ベイパ、ヒリーってやつ。ヒリー、こういう系のランタンって使ったことないもんね。ちょっとな、やっぱ値段的にそう簡単にこう、パッて変わる。やっぱテントと一緒やな。これも一回レンタルで使ってみて、よかったら買うみたいな。そういうことやね。はい、今回はまあそういう動画で。ああ、そういうことか。今日まだこういうのもできるよって。ちょっとしたサプライズ続いてね。なんかいやでも今日はビビったで。テントとシェルター。勝手にポチるって勝手にね、ポチれませんそんなことできません。ポチったらもう地獄やレンタルいいじゃないですかね。どうですか、いいでしょう。 うん、このテントが溢れ返るこの時代、やっぱりいいと思いますよ。よりいいものをね、実際に手にしてみて、使ってみて、ほんまや、選んでいく時代に突入したんちゃう。そうだな、いいものだけが残って、そうじゃないものはもう淘汰される時代が来たんじゃないかなと思ってます。厳しいな。そうやな、いいと思うっていう動画でございますママさん、よかったよ。以上です、はい
ちょっとこの雰囲気ね、うん、楽しんで終わりましょうか。じゃあそうやね、はい、じゃあ皆さんぜひあの、うん、YR ストアさん、はい、チェックしてみてください。要チェックです。欲しいものがレンタルできるかもしれません、うん、めっちゃあの珍しいもの置いてるみたいなんで一度チェックしてみてはいかがでしょうか。はい、じゃあ今回の動画は、うん、以上です。以上まさか笠木でやってしまうんですか。やりましょうか皆さん。じゃあご一緒に笠木キャンプ場から次回の動画でお会いしましょう。バイ。 Thank you.